皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は静岡県富士見中学校の見学会のお知らせです。富士見中学校の見学会が次の日程で開催されます。第1回目、これは6月11日の土曜日、第2回目、これは9月3日の土曜日になっています。時間は10時から12時、受付は9時30分から。対象となるのは小学生と小学生の保護者です。小学生、学年でいうと小学校4年生から6年生、この学年が対象になっています。説明会、見学会の内容ですね。これは富士見中学校の概要の説明、次には授業の見学、施設の見学、さらに生徒の発表、最後に個別相談、このようになっています。これ参加するためには事前の予約が必要です。予約は富士見中学校のホームページからできますので、希望される方はどうぞホームページの方から申し込んでください。今回は静岡県富士見中学校の見学会のお知らせ、これをしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。